2月の2日日曜日につきまして、今回は県内の10の市長の広域で開催することになりました第1回海の国際映画祭について、上映会および関連イベントの具体的な内容、また出演者等が決定をいたしましたので発表をさせていただきたいと思います。まずオープニングイベントですけれども、1月19日日曜日の13時から道後温泉周辺で実施することとしておりまして、今回のレッドカーペットでは道後温泉別館飛鳥の湯から道後商店街を通って道後温泉本館へと向かうルートで、来見される映画監督や出演俳優などゲストの方々に華やかに登場いただく予定でございます。また、飛鳥の湯の中庭の広場においては国内外で活躍されている活動名士の片岡一郎さんによる出演付きの屋外上映も実施することとしています。次に作品の上映についてでありますが、記念すべきオープニングを飾るスペシャルイベントでございますが、今回場所は1月17日金曜日には真崎町、そして翌18日土曜日には新居浜市で、人気アニメで、カラオケでも数年連続で、ベスト1位を取っています、新世紀エヴァンゲリオン、に関係する歌手、高橋洋子さん、にお越しいただきます。そして前回のプロ大会でも素晴らしいピアノ演奏で、お客さんを魅了した、ジャズピアニストの栗谷誠さん、この高橋洋子さんと栗谷誠さんによるジャズコンサートと、エヴァンゲリオンの映画上映のコラボ企画を実施する予定になっています。このほか期間中は県内10市町の文化施設や、観光資源など、を活用しながら新作映画や愛媛ゆかりの作品、愛媛国際映画祭ロケーションアワード関連作品のほか、ハワイの国際映画祭やウェルブリー国際映画祭からの海外招待作品が約40の作品を上映するとしています。上映作品とゲストのオーダーったところでございますが、松山市においては伊丹十三監督の2作目となる「タンポポ」を上映する際には、主演の宮本信子さんに舞台挨拶でご登壇いただく予定であります。また同じく松山市ではシンガポールのテレビ局制作によるドラマ「畳」「ダイブ・イン・ア・ボックス」、これを上映する際には監督を務められた斉藤匠さんに来ていただく予定でございます。また今治市ではパーフェクト・レボリューション、これを上映する際には松本潤平監督と主演のビリー・フランキーさん、東温市で開催される 8K 映像演劇祭と連携し 2.5 次元ミュージカル大橋の 8K 映像を上映する際には主演の杉江太一さん、小発アレンさんにご登壇いただく予定としています。また松山東高等学校体育館においては、頑張っていきましょうが上映されますが、この際には磯村逸道監督や原作者の四季村よし子さんによるトークイベントも実施する予定としています。上映会以外では道後のホテルで宮本信子さんや俳優の役所広司さん、大根仁監督や前田哲監督らに伊丹十三監督について語っていただくシンポジウムを開催する予定でございます。また同じく松山市で踊る大捜査線シリーズなどで有名な本廣克行監督らによるトークショー、そしてまたハワイ国際映画祭のエグゼクティブディレクターや台湾の映画関係者らによるパネルディスカッション、今治市ではプレイベントにもご参加いただいた俳優の加藤雅也さんによるトークショーなども実施予定で盛りだくさんでございます。また2月の2日日曜日には県庁本館でクロージングイベントを開催いたしまして、
今回姫らしさの象徴であります愛媛笑顔感動物語映像化コンテストの作品上映および表彰式、また愛媛国際映画祭ロケーションアワードの表彰式を開催するなど、愛媛ならではの企画も盛り込むほか、県内各地で映画に関連した多彩なイベントを展開することとしています。上映作品の情報やイベントの詳細、参加方法等については愛媛のガイドブックのほか、映画祭の公式ホームページ等でも最新の情報を順次発表させていただきたいと思います。本県では初めての本格的な国際映画祭の開催となりますので、映画ファンはもとより多くの県民の皆さん方にご参加いただければと思っています。大江姫体制で成功へ行きたいと思いますので、そこに各社のご協力もどうぞよろしくお願いします。